はいえー、それではですねあの今日の夕飯です、えー、こちらはですね銀だらです銀だらの切り身はいえー、これ味噌で漬け,けてありますけどね最強、えー、漬けみたくなってますけどこれを自分で漬けました、えー、どうやって漬けたかと言いますとですね、えー最初に えー、塩を振ってですすね1時間ぐらい置きますでその後にですね、えー、味噌とみりんを合わせたものですねそれに漬け込みますはい、えー、1時間1時間で約2時間ぐらいでちょうど食べ頃だと思いますはいこれですね、えー、近所のスーパーで,、えー、4, キで4キロで1000円でしたこれ結構分厚いっていうかですねかなり ボリュームのあるですね銀だらですはい1枚25年じゃ安いと思いますねまあ比べてみると分かるんですけどこのビールよりか大きいですねビールの缶よりか大きい切り身ですね厚さも結構あります、はい、あります、はい、でですねあのまあこれが和風でちょっとあ合いませんけどこちらはサラダです でこのサラダは何のサラダかと言いますとですね、えー、こちらが玉ねぎとかです、ね、こう人参はですね、えー、ピクルスですピクルスは、えー、このようにこんなような感じで、えー、3日ぐらい漬けました玉ねぎのピクルスっていうのはあのピクルスにするとですねラッキョウみたいな味がしてますねラッキョウにちょっと近いような味になりますね、えー、人参も結構美味しいですはいまあこれで問題ないのはドレッシングですけど えー、豆腐とごまのドレッシングでも作ってみようかなと思ってますね。えー、はい以上です